はい、毎週月曜日1時から2時まで、FM 読谷でゴリゴリ哲学ラジオをやってます、カプセルの徳志です。僕が明日望む天気は晴れです。なぜかというと、自分がやってる宿の、駐車場をちょっとセメントで固める作業を明日やる予定なので、雨降るとちょっと困るなということで、明日を希望するのは晴れということですね。晴れたら、まあ、こういろいろセメントをこねてペタペタやって、車がいっぱい止めれるように したいと思います。はい、ラジオもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。さようなら。